はい、すいません。今回ですね、ちょっと前にもちょっと撮ったんですけど、将棋の話撮ったんですけども、今日はですね、もうそういうのじゃなくて、もう単純にですね、強い人がもういっぱいいるんですよ、将棋。私はですね、いつもね、音楽も弾きましたけど、将棋放浪記ですね。の先生はね、これしか見てないですけども、あと女流のは見てんですよ。女流のね、綺麗な方がね、いらっしゃるので、もうそれ見ちゃうんですよね。見ちゃうんで、やばいよね、あれね。だけど、まあ、この将棋放浪記のね、先生も、喋りながらだからね、喋りながらですね、あれね。だから、後から喋るのもできると思うんですけど、いや、喋りながらやってますよね、あれね。だからですね、だけど、なんか、今日の見たら、もう、なんか、もう、まあ、それはやっぱり先生のが強いんですけど、本当にもう、紙一重っていうかですね、しかも10分切れ負けっていうやつなんで、見てんのやっぱほとんどね。3分切れ負けもあるけど、意味わかんないんですけど、私にはね。10分切れ負けってさ、10分切れ負けだってもう意味わかんないですよね。1手10分考えたい、考えたいっていうか考えてないんですけど、私の場合は。何も考えてないんですけど、決断がつかないっていうだけでですね。だから、まあ、そういう、時間を計ってね、将棋やったこともないですしね。まあ、音楽はね、もう時間ですけどね。時間っていう。もう時間は存在しないっていう話もね、いっぱい言ってきたんですけど、時間は存在しないっていう、まあ、存在しないっていうのが載ってんですよ、YouTube にたくさんね。でもっと言うと、時間も空間も距離も何もないっていうですね。宇宙は物質ではいけないとかね。超次元ライブっていうのですね。南アシュタールさんとか見てるとですね、いろいろ分かってくるんですよ。で、量子力学っていうのが出てきて、二重スリット実験っていうのが出てきて、最近はもう私は空中元素固定とずっと随分なりますけど言ってますね。空中元素固定。で、このまあ将棋はですね、まあもうコンピューターのが強いのかどうなのかですね。まあでも、もう強くなりますよね。やったね。それはだって情報量がね、多くなればなるほど強くなんだから、もう解明されるわけですよ、解明。それでですね、まあ、それはそれとしてですね、俳句の話があるわけですね、米長先生のですね、本に書いてあったんですよ。すべての言葉を、この世にあるすべての言葉をスーパーコンピューターに入れて、それで五七五で組み合わせれば、もうね、全部俳句ってものはもうないんですよね。俳句っていう、そういうことですよ。そういうことです。将棋もですね。今までのすべての戦いを全部ね。だからそうなっていくと、まあ手塚治虫さんとか火の鳥とか、なんかそういうような話になってって、なんか、マザーっていうのが出てくるんですよね。マザーっていうか そういうアニメいっぱいあるじゃないですか。結局そういうことですよ。だけど、アシュタールさんはそうはならないって言っててですね。まあ、いろんな話になっていくわけですよね。で、ちょっと、まあ、今日はこのぐらいにしたいんですけど、またね、キリがないので、そういうことでですね、もう、いわゆるこの将棋ウォーズっていうのを、まあ、この先生のしか見てないから、もっといっぱいいらっしゃるじゃないですか、たくさんね。
古くは、もっと古い奨励会の、なんて有名、奨励会で、だからもう奨励会とかね、そんなのもうやってるなよってことなんですよ。やってもおかしいだろうっていうね、仕組みがね。で、この間、騒動が、まあ、いろんな騒動が出てくるんじゃないですか、将棋界でね。出てくるんじゃないですか、今日言わないですけど、もう皆様ご存知の通りですよね。いろんなの出てくるんですよ。で、そういう YouTube もね、いっぱい出てるしですね。おかしいんですよ、もうこのね。弟子とかね、弟子とか。もう弟子とか意味ないじゃない。なんなのっていうね。結局、利権だってことですよね。利権ってことですよね、それ。なんかお金もらえるんですよね、結局ね。そうじゃないと人の面倒なんか見ないですよね。多分そうだ、わかんないですけど、多分なんかあるわけですよ。なんかね。なんかあるわけですよ。そういうのを破った人が羽生さんですよね、やっぱね。羽生さんですよ。関係ないってね。それもう大昔ですけどね。大昔ですよ。私も将棋大好きなんで、まあもうすぐ将棋界というのは崩壊しますね。してもらわないと困るんですよ、この三角ピラミッドをね。もうすべてですね、将棋だけじゃないですけどね、もうスポーツとか全部ですよ。全部ですよ。必ず利権っていうのがあるんだから、利権がね、利権ですよ。もう音楽もそうですよ。もう団体ができたら利権じゃないですか。ね、団体。もうすべてですよ、これね。何でもこう作るんですよ。私も作りたいですよ。作れんならね。だけど、やっぱりですね。だから昔から、大昔から私分かってたってことなんですよ。分かってたんだよね。結局ね。そういうことなんでしょうね。なんか違和感っていうね。ちゃんと分かってはいないですけど、違和感があったんですよ。だって私なんかね、人の上に立ちたいって思わないからね、絶対。ね、全もうずーっともう大昔から思わないんですよ。思わないんですよ。ね、人を使うなんてね、だから会社とか嫌ですよね、会社とかね。会社ですよ。会社なんておかしいんですよ。そんなのいらないんですよ。この土地は誰のものでもないんですよ。ね、地球のものなんですよ。地球のものなんですよ。誰々のものじゃないんですよ。利権なんておかしいんですよ。だから今回は将棋界はもう、そんなの関係なくね、強い人がどんどん出てんだからね。ちょっと前にね、この先生と、アナグマのプロフェッショナルみたいなアマチュアの方出てたんですよ。のを見たんですよ。あと数学かなんかのあの方のね、なんだっけ、名前ね。もう、呼びなんとかさんですね。だから、まあ、あの方はそんなに強くはないかもしれないけどね。まあ、でも、普通のアマチュアなんかよりはずっと強いわけで、普通って言ったらあれだけど。わ かんないですけどね。わかんないですけどね。まあそれはだってちゃんとそっちのなんか数学のやつが忙しいですからね。だけどほら、もう将棋しかやってないみたいなアマチュアの人いっぱいいるじゃないですか。でも本当あれですよ、そういう人が活躍できるように、やっぱりそういう仕組みにしなかったら、もう誰もそんなのついてこないですよ。そうですよね。私が言ってることなんか間違ってますかね。だから、内弟子とかね、奨励会とかね、奨励会なんてなくすの、早くなくす、とにかく勝てばいいんですよ。勝てばいいっていうかですね。だから、
個人じゃないですか。将棋はプロ、あのチームじゃないからできるんですよ。いろいろね、いろいろできるんですよ。自由もっとできるんですよ。プロ、チームじゃないといけないね、スポーツはね、それはなかなかあれですけどね。個人のやつはできるわけですよ。だから野球とかでもなんかもっと違う野球とかですね、うん、もう個人の野球ですよ。野球っていうより、そういう新しいスポーツとか出てきてもいいと思うんですよね。うん、そうしたらもうその時まあ年齢とかいろんなものがあるからね、うん、その時の実力ってことですよ。その時代にのね、そういうですね、このまあ勝ち負けっていうのがね、うん、もう勝ち負けは私もう嫌なので、うん、まあでも将棋はしょうがないですよね。しょうがない、まあ自分に勝つってことですよ、うん、自分に勝つってことですよ、うん、なんちゃってっていう感じですけども、はい、なんか伝わったと思うんですよね、うん、はい、どうもすいません、はい、将棋界だけじゃなくてね、もう全てのね、このね、あの会社とか辞めてね、もう本当に辞めてですね、うん、もう人が人を支配するっていうのはね、もう時代遅れなんですよ。人が人を支配すると、搾取するとかね、お金を搾取する、お金だけじゃないですよね、時間も搾取してますよね、時間ですよね、通勤とかさ、うん、ね、うん、だから通勤までお金払うべきですよ。通勤時間までお金払うべきですよね、うん、まあちょっとそれ今パッと思いついてそう言っただけで、分かりませんけど私程度の私では分かりませんけれども、うん、なんかね、うん、いろいろあると思うんでございます。はい、はい、どうもすいませんでした。また動画撮ります。はい、失礼します。